えー、22歳、高卒です。新卒で入社した会社を転職しようと考えています。今、主任で来年から課長補佐になり、えー、2、3年後にはほぼ確定で課長職になると思います。課長職が定年退職するので出世交差は明確にあるのですが、会社が自転車、自動車業界で今後の雲行きが怪しく、業績も平行線です。このまま居続けのメリットが少ないと思うんですが、客観的に見てどうでしょうか。ちなみに私の部署は離職率40%以上です。えっと、僕だったら課長になってから転職しますね。 あのまあ、多分自動車メーカーでそれなりにあの名のあるところだと思うのでで、名のあるところで課長補佐ってまあ、言うても課長じゃないんですよ。で、ただ課長ですっていうと、それなりに管理職やってたよね。ってなるので、転職した時に課長っていう敵を持って転職した方がいいんじゃないかなと思います。